はい。ヒルビール放送局、今日のアウトプット、マコネです。今日もマコネと私と一緒に、あの、ダイエットの勉強をしていきましょう。えっと、私のこのアウトプットでは、えっと、日本ダイエット健康協会の公認ストラクターを目指している私のお勉強を皆さんに手伝っていただいています。まあ、手伝っていただくと言っても聞くだけなんですけどね。<laughs> そう。 えっと、アウトプットってことで、あの、勉強するにいたには、やっぱりね、あの、知ったことを皆さんにお知らせするアウトプットが一番手っ取り早く覚えられる方法だと思います。まあ、そこで、えっ、ー、と、ダイエット健康協会のインストラクターを目指すにあたって、一級に急に相当する、あの、テキストをもとに、うんと、資料を作り、皆さんにその内容をシェアしていってるわけです。 で本日はですね、第3章、現代ダイエットの基礎知識。で、第3章の現代ダイエットの基礎知識は、今日の文で終わりです。明日から新しい章になります。そう。でですね、えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、問題10ということで、さあ、早速やっていきましょう。この問題10ではですね、えっ、ー、と、水太りに気をつけるために、水分は控えめにするべきだ。丸かっぱか。 さあ皆さんどうでしょうかね <laughs> そう。まあこれもそんなに難しくないかもしれませんね。では早速進めていきましょう。まあ本日のね、大テーマは、えっ、ー、と、水分と肥満の関係ということで、皆さんまあまあまあ、これはね、CM なんかでも結構出てるので、あの、みんな知ってますよね。人間の体の約70%が水分と言われてます。 はい。まあね。私、まあまあまあ、ちょっとイメージしづらいですけども、まあ言ってしまえば、あの、あの、下っ腹のあたりから下全部お水でできるみたいな、<laughs> まあそんなイメージをしちゃうんですけども、なんか実感ないですよね。そう。でですね、お水はカロリーゼロなんで、体脂肪の増加には影響しません。まああの、 私のね、あの、16時間断食でも重要している体脂肪率っていうのは、まあ、体中のね、全部の脂肪の割合を示しているので、まあ、お水をいくら飲んだとこで、あの、体脂肪率が変化することはございません。まあ、ただね、 まあ過剰な水分を、過剰に水分を取りすぎると、やっぱりむくみにつながるんですね。まあ、もうね、あの、水分を取りすぎて、まあお酒飲みすぎてパンパンに膨れてるなんていうことも、まあ過去にはたくさんありましたが、まあむくみはね、当然体重とサイズに影響します。もう皮はパンパンになっちゃったりとかね、パンプスが入らなくなっちゃったりとか、まあそういうことありますよね。 まあ、その原因として考えられるのは、これらです。濃い味付けによる塩分の過剰摂取。そして、えっ、ー、と、カリウム不足です。まあ、塩分の取り継ぎもカリウム不足も言ってしまえば、まあ、内容はそんな変わらないんですけども、要するに、あの、ナトリウムとのバランスを保つカリウムが不足することで、まあ、体内中の、あの、 塩分濃度をコントロールできなくなってしまったためにお水成分が溜まってしまうということなんですねではむくみの対策として考えられるのはこんな感じですね運動・入浴・マッサージまあ一般的に言われているものなんですけどもまあ、入浴で そう、水分をとりあえず、体の水分を出すってことですね。まあもちろんサウナも有効で、有効です。はい。で、運動によって汗をかく。で、マッサージによって、あの、あの、体中の血行を良くする。まあどっちにしてもこの3つは、あの、人間の体の血行を、血流を良くして、えっ、ー、と、体中の水分を外に排出しようっていうことですね。じゃあまあ水太りの原因はというと、ズバリ、体内バランスの崩れです。 そう。まあ、これに限りますね。そう。じゃあ、この水太りの原因を抑えるために、まあ、どうしたらいいか。体内バランスを崩さないようにするにはどうしたらいいかっていうことになるんですが、これはですね、まあ、水太りの原因を予防するにために、あの、水太りの予防を原因するため、予防のために、水分をこまめに取ることが重要なんです。はい。 なんかおかしい話ですけどね。水太りにならないために水分をこまめに取ることが大事なんですが、まあ、こまめにっていうことが重要なんですね。じゃあまあ、水をこまめに取ることでどんなことが起こるかというと、あの、口内免疫力のアップだとか、消化の促進だとか、代謝のアップ。まあ、ダイエットにはもう、欠かせないのは、まあ、まさに消化の促進と、ダイエット代謝のアップですね。 そう。つまりね、やっぱダイエットに落ちていくというか、体重を落としていくというか、体脂肪率を落としていくにあたって、やっぱ重要なのは水分をこまめに摂るってことなんですけども、まあ、こまめに摂るってことは、まあ、意識にガブ飲みしないってことですわね。で、まあ、ガブ飲みするとですね、そう、まあ、いろいろ弊害がありまして、水中毒症という危険な症状になることもあります。うん。 まあね、あんまり水中毒症で亡くなったって人は聞かないと思うんですが、まああの、本当飲みすぎて、あの、頭がクラクラするってことは私何回か経験があります。はい。えこまめに取るってことはどういうことかというと、まあ、100cc200cc ごくごくって飲むぐらいはね、まあまあまあ、 こまめなうちに入るのかなと思うんですけど、まあ五百0 c c まぁ、あ、350cc とか 500cc のペットボトルとかを、まあ、一気にごくごくかね、そう、1リットルの牛乳をもうごくごくって飲んじゃうとか、まあそういったことですね。はい。まあそれであの、私もね、あの、小まめに飲むのはちょっと苦手なんですけども、まあなるべくね、小まめに飲むようにしています。で、今日のあの、うんと、 問題は、ここまでなんですが、どうですかね。水太りの原因を、水太りを抑制するために、水太りを、にならないようにするために、まあ、水分を取らないようにする、丸かバスかっていうような内容でしたが、どうですかね。ここ最後を見ると、やっぱり、バスです。はい。まあ、水太りにならないように、 あえて水をこまめに取る必要があるということになります。まあ、これでね、あの、今回の章は終わりになりますが、はい。現代ダイエットの基礎知識いかがだったでしょうか明日からは別の章になります。さあ、では明日の問題を早速いきたいと思うんですが、明日は脂肪と油は同じ意味だ。丸か、バか。 死亡タブラはおなじみだ、うん。どうだろう。一緒じゃねえのって私は思うけどね。<laughs> そう。うん。で、えっ、ー、と、まあ、明からのあの章は第4章。えっ、ー、と、死亡の基礎知識だったかな。死死の、死質の基礎知識だったかな。まあ、どっちかです。いずれにしても明日から死亡のお話になります。まあ、みんなね、 食べるに大好きな脂肪さんだけど、脂肪だけどね、あの、まあ、体内にいるとちょっと邪魔なやつですよね。まあ、ダイエットはまさかにこの脂肪との戦いってことになると思うんですが、このポッドキャストは毎日お昼の12時に配信しています。ぜひまた明日も、えっと、私と一緒にダイエットの勉強をしていきましょう。では、 また明日。バイバイ。じゃあね。